ペスティレンスはオランダエンスヘデのデスメタルバンド。1986年に結成され1994年に解散。2008年に再結成され2014年に活動を休止した後、2016年に活動を再開している。オランダのバンドではあるが、これまでオランダ国外の出身者が多く在籍していた。 特に2016年の活動再開後から2017年11月までの一時期は全メンバーの出身国が異なることもあるなど多国籍バンドである。メンバー全員がオランダ出身者だったのは2011年のメンバーチェンジから2012年のメンバーチェンジまでの約1年間が唯一の期間である。また、 その後2018年のメンバーチェンジから2019年のメンバーチェンジまでは中心人物のパトリック・マメリ以外のメンバーがルーマニア出身となっていたこともある。1986年にオランダでパトリック・マメリとドイツ人ギタリストのランディ・マインハルトの2名を中心に結成。当時はアメリカ合衆国やドイツのスラッシュメタルから影響を受けていた。結成後、ドラマーに マルコ・フォディスが加入。1987年にファーストデモ、ディソンテリをリリース。ファーストデモリリース後、マルティン・ハンドルネンが加入、パトリック・マメリがギター専任になる。1987年中にセカンドデモ、ザ・ペナンスをリリース。どうでものベースパートは、パトリック・マメリが担当している。このデモがきっかけとなり、インディペンデントレイベルのロードランナーレコードと契約。 1988年にファーストアルバムマリアス・マルフィカルムをリリースしデビューした。同アルバムはスラッシュメタルを軸にデスメタルの要素を加えたものでスラッシュメタル色が非常に強いものであった。同アルバムについて中心人物のパトリック・クマメリはデビューアルバムは実験だった。あれはそんなにいい出来じゃなかったと思うとインタビューで答えている。ファーストアルバムリリース後 バンド活動への熱意がなくなったとの理由で、結成メンバーのランディ・マインハルトが解雇される。バンドは公認探しを始めるが、ランディと新たにサクロ・サンクトというスラッシーメタルバンドを結成したマルコ、ホディスが続いて脱退。マルコは短期間でバンドに復帰したが、この前後にマルティン・ハンドルネンが脱退。これに対してバスド・イエスがセッションで参加したが、 マルティンが数ヶ月で復帰したためバスは短期間でバンドを離れている。脱退と復帰が相次いだものの、最終的にバンドメンバーで入れ替わったのはギタリストのみで、ギタリストにはパトリック・ターウィックが新たに加入している。1989年にセカンドアルバムカンスーミング・インパルスをリリース。同アルバムから音楽性をデスメタルへと舵を切った。 特に一部バッキングにキーボードを用いるなど、当時としては新しい試みも行っている。セカンドアルバムについて、パトリック・マメリは、デスやオベチュアリーに否見するアルバムになったと思うと、語っている。同アルバムリリース後、マルティン・ハンドルネンが正式に脱退。マルティンは、アスフィックスというデスメタルバンドへ移籍した。マルティンの後任には、カナダ人ベーシストのニック・サジアスが加入する。 新体制でサードアルバムの作成に取り掛かるもニックがバンドに馴染めなかったためレコーディング前に脱退。このため当時シニックで活動していたトニー・チョイをヘルプを依頼しサードアルバムを録音した。ボーカルはパトリック・マメリが兼任することになった。1991年にサードアルバム。 テスティモニー・オブ・ザ・エンシャンツをリリース。同アルバムでは、前作の方向性をより推し進め、激しいデスメタルにキーボードを導入したドラマティックな楽曲が増えた。またサードアルバムリリース後には、マルボレント・クリエーションらとのツアーも経験している。一時、ジャック・ドットというベーシストも在籍したが、結局短期間で脱退。1993年1九9三年一月に、ベーシストに、よる ハウル・テセリンが加入し、ベーシストがようやく定まる。同年にフォースアルバム、スフィアーズをリリースした。フォースアルバムでは、これまでのデスメタル路線を残しつつも音楽性を変化させ、プログレッシブな音楽性となった。この音楽性の変化は、バンドリーダーのパトリック・マメリが当時ジャズ・フュージョンにかなり入れ込んでおり、アルバムにおいては、デスメタルとジャズ・フュージョンとを組み合わせた音楽を目指した。 ためであった。同アルバムのリリースに合わせて、ファーイーストメタルシンジケートから、サードアルバム、テスティモニー・オブ・ザ・エイシャンツと、ホースアルバム、スフィアーズの日本版がリリースされた。それぞれ、テスティモニー・オブ・ジエンシェンツ個人の証言、スフィアーズ存在の証明という放題が付けられた。1994年に、バンドは解散、パトリック・マメリーも音楽業界から離れ、 ミュージシャンからは引退した。2006年にパトリック・マメリが C-187 というグルーブメタルバンドに参加し音楽シーンに復帰する。そして解散から14年が経過した2008年にパトリック・マメリにより再結成。再結成後、サードアルバムに参加したトニー・チョイとダーケーンなどで活動するピーター・ウィルドアンが加入。マスコットレコードと契約し、 2009年にフィフスアルバムリザレクションマカーブラを16年ぶりにリリースした。同アルバムレコーディング後に解散時のメンバーのパトリック・ウターウィックが復帰しており、同アルバムのメンバー写真に写っている。また、アメリカ合衆国やヨーロッパ、南アメリカへとツアーも観光した。しかし、ピーター・ウィルドアーとトニー・チョイは短期間でバンドを離れている。ベーシストには、 1994年開散時のベーシスト、ヨルン、パウル・テセリンが復帰。また、ドラマーには、ユマファン・エーケレンが加入し、2011年に、シックススアルバム、ドクトリンをリリース。2012年に入って、ヨルン、パウル・テセリンとユマファン・エーケレンが脱退。ネクルファジストなどで活動するステファン・フィンマースと、ヘイト・エターナルやディバイン・ヘレシーで活動し、 モービットエンジェルにもセッション参加しているティム・イエングが加入するが、両名とも短期間で脱退。2012年にデイビッド・ヘイリー、2013年にゲオルク・マイヤーが加入した。大手ヘビメタルレーベルのキャンドルライトレコードに移籍し、同年にセブンスアルバム、アブシディオをリリースした。2014年7月、活動停止を発表。活動停止の理由は、 中心人物のパトリック・マメリがデス・ジャズ・フュージョンを標榜する新プロジェクトネクロモーフに注力するため、このプロジェクトではジャズ・フュージョンとペスティレンスよりもよりブルータルなデスメタルとの融合を目指している。2016年10月に活動再開を発表。中心人物のパトリック・マメリ以外のメンバーは総入れ替えとなっており、サンティア・ゴドブレスとニー・チョイ。 セプティミュハルシャンがメンバーである。2017年1月半ば、トニー・チョイの脱退とアラン・ゴールド・スタインの加入が発表された。しかし、アランは加入から3ヶ月も経たない4月に脱退が発表された。脱退の原因はビジネス面での相違があったため、アランの脱退から数日後、新ベーシストとしてパラドックスのベーシスト、ティレン・ハドラップの加入が発表された。 また、同月中には、オランダのハンマーハートレコードと契約を結んだことを発表した。さらに、同年11月には、サンティアゴ・ドブレスの脱退と、カリン・パラスキブの加入が発表された。パラスキブは、セプティミル・ハルシャンと別のプロジェクトで同僚であり、その縁で加入することになった。ちなみに、サンティアゴ・ドブレスは、次回アルバムのギターソロの一部に参加しているとのことで、ある。 2018年に復活作、ハデオンをリリース。同年9月、多忙を理由に、ベーシストのティレン・ハドラップの脱退が発表された。公認については、公式フェ e スブック上で募集が行われ、フィンガーピッキングのベーシストを募集していた。9月末、エドワル・ネグレアの加入が発表された。なお、ティレン・ハドラップは2018年のライブには参加し、年末をもって脱退。 エドワル・ネグレアの加入は2019年からとなった。また、このエドワル・ネグレアの加入で、中心人物のパトリック・マメリー以外のメンバー全員が、ルーマニア出身となる。2019年5月末、ギタリストのカリン、パラスキブが脱退し、ルトガーハン・ノールデンブルクが加入した。この脱退は、パラスキブのギター講師としての仕事や、別のバンドのスケジュールが、ペスティレンスの活動と、 衝突してしまうことが原因であった。8月、ポーランドのアゴニアレコードと契約したことを発表した。12月には、ベーシストのエドワール・ネグレアが脱退し、新たに元デューセンテッドのヨースト・ファンデル・グラーフが加入した。2020年5月、ドラマーのハルシャンの脱退と、ゴッド・ディスロ・ンドで活動するミヒール・ファンデル・プリーフとの加入が発表された。ハルシャン脱退の理由は、 前年から続く新型コロナウイルス感染症の流行が原因の経済不況、移動制限により、ハルシャンがプロミュージシャンとしての活動を停止するためとのことである。この発表に合わせてナインスアルバムエックスティベムの制作も公表された。ありがとうございます。